はい、どうもデッドバイデイライトやっていきたいと思います。今回ですね、ハグを使って遊んでいきましょう。マップは寝台の酒場と。いいんじゃないか、マップ的には。キラー有利と言われている。どこに仕掛けていいのかわかんねえ、ハグ。視点低いな、しかし。なんだこのキラー。どこ仕掛けんだよ、これ。はい、まあ。とりあえず破壊可能壁壊していった方がいいのかな。なんか、固有は壊した方が強いと言われてるのは聞いたことあるんだけど。あ、堕落の介入、つけてくるの忘れたわ。そういや、大事だ。堕落の介入。なんか、共通側の真ん中とかに仕掛けてみる。意味あんのかな？あ、左からすげえ回しろと聞こえる。ちょっと、ハグです。どうも。ここに帰ってくるんじゃない？これ今蹴っといて、なんか一人釣ったらあんまり動いちゃいけないという噂を聞いたことがあるんだよ。こんなこと知らないで回るんじゃね？あ、エースめっちゃ走ってるわ。あんま追いたくねえな。今回なんか距離増加と、なんだっけ、持続時間が長くなるやつだったかな。で、ここも破壊可能壁壊さないと、ダメという噂を聞いた。まあ、ここに書いとくか。はい。これ追ってたら終わりそう。そっ。はい。こんにちは。二人でやってる。あ、そっち側行ってくんのいいかも。あ、めっちゃ視点引き。あれ？はい。ありがとうございます。デッドハード失敗したな。この人の周りで、うまいこと罠を書いていくと。ここに書く。はい。あんま動いちゃいけないんだよ。上に一人いる。で、ここちょっと回ってるけど、多分そっちが一番回ってるわ。はい。なんかあんま飛んじゃいけないんだよな。何してんの？はい。回っちゃった。はい。はい。で、これで、この人をダウンまで持ってけたらいいんだけど、あんまり深追いはせず、なんだ。はい。そこの人を釣っていくと。いう風な立ち回りでいいのかな？わかんないけど。めっちゃ近くに二人いるわ。いや、こっち側来ないっしょ、さすがに。合ってんのかな、これで。かく。あんまハグに当たることがないからな、そもそも。あ、なんか来た。よし。もし大丈夫か？はい。それで起こせるんじゃない？あ、起こせない？まだ。この人、あー、待って。これ。はい。なんかわかんないけど。はい。まだストライク残ってるかな？いや、でもさすがにないんじゃない？もう。右側にいる人。あ、ない。はい。で、そこの板割っちゃうか。そんな割らなくてもいいんだけど。地下釣りたいな、どうせならな。はい。なかなか面白くない？ハグ。めっちゃイタチ腐ってるわ。で、この入り口とかにも変えとくか。はい。で、罠踏んじゃうよな、普通にハグ。警戒してても。特に心音が鳴っちゃうと、びっくりして、早く救助行かなきゃって。いう気持ちが多分出ると思うんだよ。それで踏むという。はい。あ、ただこっち側仕掛けてない。追って。足遅いよ。あ、この笛ね、やばい。この笛、あれだもんな。ビヨンって飛ぶとこだもん。はい。ただ、スマ着が。あー、もうこれ飛んじゃダメなんだよな、きっと。いけるか？間に合うか？お前ならいける！よっしゃー！来た。OK。近くいるかもしんないけど。あ、これ地下いけんじゃね？地下ハグくん？いや、地下のハグはまずいでしょ。釣る価値あるだろ。ただ発電機回んの早え。ここに書いて、もう一個上に書けばいいんじゃないかな。この位置。ワンチャンちょっと遠くても出たときに、いけるんじゃないかな。そこ回ってない。割かし発電機固まり気味か？あっちが逃げたよな。
そっち側逃げたけど、あれは終わんない。上回してるわ。はい、まずいんじゃない。ああ届く。たまって、これ大丈夫？これ全然地下飛べる位置にいるんだけど。はい、これいけてないぞ多分。ここにも書いとくか、意味ないけど。あら、はい、はい、あ、ちょっとこれ飛べない？あ、飛べない？あ、もうストライクでもいいや。担ぐか。あるねー。なかったらいいなって思ったけど、あるね。え、そっち行く？はい。そこはダメじゃない？ただめっちゃ遠くなっちゃった、発電機から。これ地下です。なんでこっち行ったんだろう。板の周りに行くとか、あれかな、焦っちゃったのかな。そういうこともあるでしょう。で、ここタック、なんかあそこでもなんか飛べなかったのちょっと不服だよな。さあ、ここ、はい、飛んじゃうよ飛びたくて。あの奥知られてるかな。ここ回ってない。こっち飛んだ。あれは行かない。そこの奥が怖いな。あ、なんか傷ついてる人いるな。みんな傷ついてるわ。あ、この星とか。どうしたどうした、急に。なんか引っかかってる。地下行きたくないんじゃない。やべ、この周り全然わかんない。はい、ああそういう感じ。迷ってくんねえかな。あ、じゃあここで吐いちゃって、これ離れたくなるっしょ。はい飛んで、飛んでも終わり、飛ばなくても終わり。この人飛ぶ読みで行ったのかな。はい、あれ終わり、この人。あ、終わりだ。あー飛べないよそれ。あ、飛べないよそれも。あ、ちょっとはい、飛べたわ。しかもこの人終わりだわ、ストライク使ったし。はい、回ってる発電機ないんじゃね、もしかして。はい、なんか今結構な距離、あそこ回してるわ。結構な距離飛べたな。ハグ強いのでは。こんなに多分ぴょんぴょん飛ぶもんじゃないんだと思うんだけど、板前に書くのって良くないのかな、あんまり。あ、回っちゃったね。あの奥にいる。デビキンだなこれ。はい、なんでこんな外周行くんだみんな。あ、これ探しに行くか。なんか、わかんないけど、そこ。あ、ちょっと飛べない？それ。あ、飛べないわ。なんかあっち側にいるのだけわかったんだけど。これでもゲート開いちゃうんじゃないか？足遅いし。ゲート前書いてないしな。そもそも。あー、これ無理だ。開く。あー、出られちゃったな。じゃあ、さよなら。あの人釣ろう。なかなか難しいね。あ、なんか右でパカッと音鳴った。はい、いた。あ、どこ。はい、大変お待たせしました。はい、よいしょと。ちゃんともうちょっと発電機の周りなんか意識して固める動きとかしないと多分全滅は難しいんだろうな。でもここの真ん中に書くのやっぱいいんじゃない、なんとなくだけど。まあハグも練習だな。多分練習するともうちょっとしっかりとした立ち回りができそう。やばい、あれどこ行った、フルコンさん。あれいなくね。ああ、いた。なんか一体化してる、それ暗いからそれわかん、え、これちょっともうちょっと後ろ下がると影で見えないっすよえ、これめっちゃ黒いんだけどえ、やばい、これえ、じゃライトあっていいですか。いいよ。あ、ちょっとちょっと、俺ライトもつけてないから。あ、これめっちゃ暗い。なんかあのやばいっすよ、キャラクター選択画面の前あったの黒い板みたいなの、人の形した。
あんな感じですよ。ちょっといなく、あ、これやばい。やばいけど、こっちもね、しっかりタックされてるから。え、ってことは何すか、ゾウさんがプランプランするんですか、それ。ゾウさんずっとプランプランしてる、俺。いや、マジで見えない。あ、近づくと顔のテクスチャーとかないから真っ黒なんですよ、顔。あー、なるほどね。口だけ見えてる。これ、これやばいな。誰